はいどうも、黒みつばです。ということで、本日は、徳川綱吉ね、こちらの方のクエストが降臨してたので、自分なりにちょっと、自陣無課金でね、二つパーティーを組んだんですけど、片方が、これは結構簡単な難易度編成っていうか、そんなに難しいキャラ、爆絶とか超絶とかなしで組んだ編成で、あともう一個が、安定を求めて、爆絶とか超絶とか結構入れた編成。2パターンで動画撮ったので、これは前者ですね。あんま編成的に難しくないかなと思う編成で組みました。でもまあ両方ともやってること自体はそんなに変わんないんですけど、はい、ということでちょっと解説していきたいなと思います。パーティーなんですけど、基本的にダメージウォールの貫通、それだったらそんなにキャラ問いません。はい、で今回採用したのがグリードで合ってるよね。グリードとタキヤシャで、あとは、ジライヤかな。で、あとはフレンドパンドラですね。うん、ここを、採用しました。で、綱吉自体のクエストなんですけど、なんだろうな。とりあえず、カナンとか、あとそうだね、グリードも覚醒後そうだったけど、一定ダメージ以下が無効になるっていうステージなんですよ。一定ダメージ以下が無効になる。だから例えば多分10万よりちょっと上ぐらいでラインが引かれてると思うんですけど、そこら辺ちょっと詳しい数値がねまだ測れてなくて申し訳ないんですけど、そこら辺で測られてて、で基本的に弱点倍率が6倍だったかな、これが公表されてて、あと剣倍率も上がってるということで、剣と弱点をな剣を持って弱点を殴りに行くとむちゃくちゃ出るっていう感じで、自分は何が一番いいかなと思ったかっていうと、やっぱりパンドラ引っ張ることが一番ね、自陣無課金で組むんだったら火力役としては一番出るのでいいのかなと思ってパンドラを選びました。で、剣の出現方法なんですけど、このなんだろう、剣士みたいなやつ、剣持ってるやつ、ナイトみたいなやつが倒すと剣沸かしてくるので、あいつらを積極的に倒して剣を沸かして、剣は基本的にもうパンドラだけ取るとか、最後ね、ラストとか SS で押し切りたいときにそのキャラに取らせるとかすると、立ち回り的にかなり安定するかなと思います。はい、でそうだね、まあグリード入れた理由としては、毒で一応若干ダメージが友情で出せるっていうとこと、あとは全属性耐性で、一応こいつのねボスも、はい、結構ステージ飛ばして入っちゃったんですけど、ボスの即死級攻撃が結構早くて、何ターンだったかな、9ターンか、9ターンなんで結構早いんですよね。でしかも魔導士のでっかいやつ、左上に今いるやつですね、あいつがPF プロテクトフィールドが合ってるっけ、PF だってるっけ、ちょっとわかんないんですけど、バリアを張ってくるんですよね。でそれでかなり厄介なので、っていうか基本的に倒しきれないことがたまにあるので、その時に耐性が生きてくるのかなと思ってグリードを採用しました。うん、でもう一個のガチ編成はもう上がってるのかな、どっちを先に上げてるかわかんないんですけど、ガチ編成の方は、エデンとかで HP を底上げしてるからいいんですけど、こっちは、ちょっと HP の底上げがね、なかなか難しかったので、まあ、グリードの耐性を使いながらっていう感じでしたかね。はい。でこれ、まあ、2回貼られちゃったんで、結構立ち回り的にはあんまり良くないんですけど、パンドラにうまく剣回せるた方がね、やっぱりいいので、うん、そっちをちょっと優先しましたね。パンドラにやっぱり剣回すと、ダメージがね安定して毎ターン出せるので全然違うんですよね。他のキャラが取ってるかパンドラが取ってるかだと、他のキャラは1回その1回のターンと、もう1ターンその次のターン、まあ殴りでダメージ与えれると思うんですけど、パンドラの場合はね、その3ターン、まあ、計5ターンか、自分のターン2回と、仲間のターン3ターン与えダメージをね、継続的に与えることができるので、かなりやっぱパンドラに剣回すのが大事かなと思いました。うん、でそうだね、まあ、初手とかも言ってなかったんですけど、初手とかは結構右側がね、このパーティーの場合パンドラ引っ張ってると右側のこのナイトが倒しやすいので、そこをちょっと意識して4ターン目のパンドラで取るってことをちょっと意識すると安定するかも、さらにね安定するかなと思います。
はい。で SS に関してなんですけど、ラスゲに関してはパンドラ1枚あれば十分足りるので、ここら辺で、火力が危ないなと思ったらガンガン撃ってっていいです。ただしやっぱり剣持ってないと、その時はパンドラ以外のキャラにも剣渡すってことが大事になってくるのかなと思うんですけど、そうですね、その時だけかな。それ以外の時は基本的にパンドラに剣持たしとけばいいんじゃないかなと思います。はい。まあここ多分次撃とうとしたんだろうね。このあと5ターンで倒しきれないだろうなと思ったので、多分、ここで取って次のターンで SS 撃とうとしたのかな、ジライヤは。多分そうだと思います。ちょっと取ってからね、時間経ってるから記憶が曖昧だけど、人としてはそうじゃない。はい。でやっぱりパンドラでね、弱点剣持ってる状態でやると本当尋常じゃない火力出るので、本当おすすめっすね。使いやすい。でジュレイヤやっぱ打ちますね。ここ弱点がたまたま左側だったんで、かなり薄く打ちましたね、ここは。はい。でラスゲですね。ラスゲなんですけど、基本的にさっきも言ったんですけど、パンドラの SS、まあ、剣持った状態であってもじゃなくてもパンドラの SS1 枚あれば十分火力は足ります。ほど足りるので、まあここ適当に弾いてますけど、まあ、剣沸かしながらって感じなんですね。はい。でもまあちょっとパンドラ始まりだとあんま良くないのかな、これ見てると。どうなんだろう、雑魚処理してからだったらもう全然1枚で足りるんですけど。はい。まあでもまあ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 別にそんなにね、やっぱ1枚あれば十分かなとは思いますね。でまあ横換しながらと横換しながらダメージ与えて、滝足屋がね本当に使いやすいんですよ。爆発エッセンスだからドラえもんとかもいいんですけど、がね本当に使いやすいですね、このステージ通して。やっぱ弱点直接完全に殴んなくても、ダメージが出るのでかなりおすすめですね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。今回はね、簡単な、まあ結構簡単に組める編成のご紹介でした。ということで、よろしければチャンネル登録、グッドボタンの方、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバーイ。